常滑市の澤田酒造、創業170年を超える老舗の酒蔵です。6代目副社長の澤田秀俊さん、澤田さんが腰に巻いているのは日本伝統の仕事着、前掛けです。できたお酒を移動するときですね、こういったケースに入れたものをこう運んだりと乗せたり、そういうときには必ずしております。前掛けをつけることで腰から膝を覆って衣服の汚れを防いでくれるといいます。さらにそれだけではなく、ここのちょうど骨盤のところの骨と骨の間のところにですね、これを合わせて、でちょっと下側につけるんです。でギュッてこう横に伸ばすと、かなりこれでがっちり固定されてます。でそれで普通にこう縛っていくという形で、でこれでやるとここの腰の部分ですね、そこもしっかりとサポートされているという形になります。日本では昔から職人さんたちにとって欠かせない存在の前掛け。そんな前掛けが今、実は世界で注目されているというんです。一体どういうことでしょうか。豊橋の工場を訪ねてみると、食器で丁寧に糸を紡いで作られているのは前掛けの生地です。社長の西村和弘さん、今から22年前、日本の伝統や文化を世界に売りたいと脱サラして起業。当初は漢字が描かれた T シャツの製造を行っていました。去年ここで作る前掛けに世界から注目される出来事があったといいます。それは映画の007で紹介されたのが、この富士山のマークの入ったこの前掛けになります。なんと去年10月に世界公開されたあの映画007シリーズにこの前掛けが登場したんです。最初のきっかけはイギリスの人気セレクトショップなんですね。そこに我々が2017年ぐらいからずっと卸してたんですよ。ショップさんから007のコスチューム部門の方たちが富士山の前掛けを採用したいと言ってるけど許可してもらえますかということでメールできました。普通にメールは返信してしまいましたね。有名映画の登場人物が衣装で前掛けを着用して登場したのがきっかけで海外でも話題に。映画公開後海外から注文が殺到し、工場はフル稼働状態になったといいます。昔ながらの製法で作られる小前掛けは軽くてしなやかで優しい手触りが特徴です。世界のどなたが触っても、あ、これ気持ちいい生地だねって、いいねって、丈夫だけど肌触りもすごく、手触りもすごくいいね、つけ心地もいいねって言ってもらえるような、そこはかなりこだわってやってますね。戦後の最盛期は1日に1万枚出荷された時期もありましたが、時代の流れとともに人々のライフスタイルの変化などの理由で徐々に需要は低迷し、前掛け工場も姿を消していきました。追い打ちをかけるように新型コロナの影響でインバウンド需要が減少。しかし2021年か12月末の決算が今まででエニシングの約20年の歴史の中では本当にちょっとですけど今まででは一番良かったですね。日本から海外は行くのは皆さん自粛してる中で、我々は今こそチャンスじゃないかなと思って、フランスの大きな展示会があるんですけど毎年出てる、それには出たんですよ。そうしたらそこで大きな注文もらって、コロナ禍ですがそれをリカバーしましたね。現在国内に加え世界30カ国に前掛けを販売。海外ではエプロンとしてのニーズが高いといいます。
世界で愛用者が増えるエニシングの誉前掛け。今後の目標としてはフランスにまず事務所を作りたいなっていうのがあって、ね、世の中がもういろいろとコロナもあったり戦争もあったりで物流費が上がったり原材料費が上がったりってあるんで、そういったことをうまくこう解決しながら世の中の大きな変化を先手を打ってね捉えながら、次の飛躍につなげていきたいなと思ってますね。